今回ね、デュトロのバッテリー交換していきます。全部12かな。で、CRC ね、全部つけてます。で、透明で外していきます。とりあえずね、もうバッテリー重いのでね、動かないので、すで外します。ではね、こっちにね、もうちょっとこっち緩めます。ちょっとね、こっちの曲がりがね、きつくなってます。とりあえずね、反対側外しました。で、まあバーンと垂れるんですよね。あとはね、アースがね、向こうにあるので、もうこっちから抜いていきます。でこの線ね、結構腐食してる場合があるので、その場合はね、交換です。ここ透明になってますね。よいしょ。あとはね、バッテリー外してつけていきます。で、向きをね、してプラスマイナス、プラスマイナス。で、ちょっとね、邪魔くさいので、プラスつけときます。ちょっと腐食防止でね、ちょっとグリスつけときます。で、あまり入らない場合はね、叩いて入れてください。
腐食防止でね、除きます。で、大きい方がね、プラス、小さい方がマイナス。これで OK です。ちょっとね、入らないので外しました。ちょっとね、横の捨てがね、引っかかったらね、まっすぐね、ここに来ません。今大丈夫です。で、締めていきます。これで OK です。で、あとはね、取り付け日書いて終わりです。で、充電量を測る場合はね、この奥のね、プラマイで測ってください。で、まあ最初ね、キャップとかあの辺ちゃんとつけますがね、ここがね、このステがね、端子に当たらないようにね、注意してください。あまりね、奥にね、入れすぎるとね、当たる可能性があるので、ほどほどにしてください。今回ね、バッテリーの交換でした。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。